機が連射。さあ、やっていきます。今回やっていくのは、UFO のモーモーキャッチャーですね。クター要素が。クター要素どこ？どこ？ここ？ここ？ここ？ということで、あ、手が銀色ですね。マウスカーソルが。やっていきます。もう、全然、なんか、なんだろうな。多分 UFO キャッチャーなんだろうなって思う。でも UFO キャッチャーだけれどもクターを取るのではなくあえて猛牛か乳牛か牛を取っていくっていうことなんでしょう。牛と UFO って相性いいのかな。なんか昔そういうなんか怪奇系のあれは UFO をさらうがなんか牛をさらっていくみたいな ありましたような気もしますけどもね。ね。最近あんまり聞かないよね。UFO が牛をさらうっていうのはね。笑っているのか泣いているのか、まずあらすじから読んでいきますね。はい。いつも通りあらすじから読んでいきます。笑っているのか泣いているのか、さっぱりわからないが、テクノファームで水遊びしてたらしい脅威の無表情キャラクター。UFO が牛を捕まえているので、水鉄砲で追い払おうって、いつもと逆でした。UFO を操作して牛をキャッチしていこう。同時にキャッチすると得点アップ。クタが水鉄砲で邪魔してくるぞ。華麗にかわしてキャッチ&リリース。って言っちゃった。もう、何が何やらだよ。何が何や。水遊びしてたクターに邪魔されるから。おー、1位、村上亮太。2位、セシル。3位、疲れた。もうちょっと頑張れ。疲れてももうちょっと頑張れ。3位。まあでも表彰台に乗ってるな。これで、まあ、秋2020、高雪、親指、ノリアップル、パー。まあ、いつものメンツみたいな感じですね。夜が、なんかめちゃくちゃすごい高いスコア、どっかで叩き出してね、この人ね。夜が低い順位に沈んでる。おまあ、得意なゲーム、苦手なゲームありますね。ひなのなのさんが14で諦めてる。これとか見ると結構難しいのかもしれないね。ランカーが下にいたり上にいたりする。今回は村上亮太の独壇場だな。誰だ、村上亮太。ダブルスコア叩き出してない。もうその俺セシルって人がトップランカーだと思ってる。このクター界において一番の猛者だと思ってる。まあ、多分チート使わずに点取ってんだよ、ここまでね。きっとね。ET なんちゃらってやつは多分チーターだと思う。でも、このセシルはガチだと思ってる。そのセシルをもダブルスコアで取っている、この村上亮太のこの、UFO のモーモーキャッチャー特攻がついてる。やっていきましょう。まあね、やり方はね、左クリックで、まあ、あんまり見ずに行こう。あ、なるほど。あのね、ビビビビビビって光線出した間はね、UFO 動けない。1。避けることはできるんだけど、高いところで取ると、あ、ブブ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 、クタもキャッチできるわ。あ、いっぺんにいっぱい取った方がいいな。あ、ぶぶぶぶ。うわ。なるほど。こりゃ540のスコア、540のスコア叩き出した村上亮太はすげえ。550か。こりゃすげえ。これ500はすごいな。ものすごい集中力だな。ちょっと半端じゃないよ。なんか、一回にたくさん取ると、どうとか、そういうことは？そういうことはないね。集まってるところを狙うのがいいって感じだね。こういうことでしょ。ういー。なるほどね。これは面白いぞ。これは面白いぞ。打つクター側にもなりたいけど。基本、ピューってなるじゃん。プーンってなるじゃん。あの音も UFO 仕様なんだね。あー違うな。得点上がるには、ちょっと待て。今クタの打ち出した弾が誘導弾みたいな動きしたぞ。物理法則を無視してきとるぞ。それ本当に水鉄砲なんか？これほら3で3ですわ。
いっぺんに集めて、うわ、ばばばば、違うんか。どうすれば、これかけ3か。かけ5とか言いたいよね。無心でやろう。ある程度無心でやろう。これでクタが別に強くなりはしないから、無心でやることが大事だと思う。よしよしよし、危ない危ない危ない。無心でやろう。あ、ばばばばばばばおい。ある、うわ今さ、だからさ、なんかおかしいだろ、動きがさ、水のさ、水の玉がさ、水のさ、キューって回ってきたよ、今ね。ねえ。言い訳をさせてくれ。このゲームはちょっと、不確定要素があります。ありますよ、これは。100ぐらい行きたいな。100行けば、100行けば10以内に入れるんで、100ちょっと、100が行きたい。集中していこう。一匹一匹牛とクタを集めていく。怖えのはとにかくクタが、わけのわからんムーブの水球を打ってくるってことだね。これだ今見た俺のテクニック。オフ、こういうことよ。バブミー、あー、ちょっと思いついた必殺技だったのに。スリーウェイで打ってきた今クターが、まあ結構さっきからスリーウェイは多投してたんだけど、見てたんだけど、クターの方の動きを一応見てたんだけど、スリーウェイをしてるのも分かってたんだけど、こうやって牛をめっちゃ貯めて、こういうことよ。これで、あぶめ、わっちーくぅ、うわっ、バッス、こういうの集めてる。まった誘導弾だったね。うわ、よし、100は超える。必ず100を超える。100を超えて、このクタガに名を残す。牛をまとめてキャッチ。そんなにスコア伸びなかったね。まとめてキャッチはあんまり意味ないかな。うわ、危ない。スリーウェイかわしたのうまいよ。なんだんま、こういうゲームって、取ることよりも、攻めることよりも逃げることを意識して、かわすことを意識して動いた方がいいよね。そうだよね。そう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 。こういうのって、例えばシューティングゲームとかもボスを倒すことに集中するんじゃなくて、自分が避けることに集中してやると意外とスコアが伸びたりするよ。そういうもんだよね。まあ よしとするか。そう、うん、まあ、うん、もうちょっと上行き、今もうちょっと上行きそうな気がするけど、ここまでにするか。なんか今掴みかけたんだよな。もうちょっと上行きそうな気がするな。でもまあここまでにしよう。うん、まあ、ようやった。ようやった方よ。うん。うん。うん。なんかもうちょっといける気がするなぁ。まあ、ここまでにしときます。これ以上やると、多分何時間でもこれやってるタイプのゲームだな。怖いね。クタのゲームにはこんな、なんか沼みたいなゲームあるんだな。ってことで、UFO のモーモーキャッチャーでした。もっと上も目指しそうだけど。まあ、ここまでにしておきます。また別のゲームでお会いしましょう。ほな、また。